逃亡は、松本清張の長編時代小説。江戸肥門の題名で、シナの毎日新聞夕刊ほか11紙に、同時連載され、1966年3月に、公文社より刊行された。1966年2002年にテレビドラマ化、されている。文政年間を舞台に、役人の罠にはまり罪を着せられた男の、逃亡生活と戦いを描く時代小説。 文政十二年のこと、江戸神田で周辺一帯を波め尽くす大火が発生。天馬町の牢屋敷にも火が迫った。牢奉行は、明朝を立つの時までに本所栄光院に集まることを言い含め、囚人たちを一時解放した。入牢していた源氏も他の囚人と共に外へ飛び出し、大火の混乱を脇目に栄光院に到着する。牢に帰るつもりでおとなしく本堂に寝ていた。 源氏だったが、夜中に鋭い女の悲鳴を聞いた。男が女を襲おうとするのを目にした源氏は、男に組みついてその女を助けた。源氏は、向こう島へ帰るという女を送るが、汚せんと名乗ったその女は、源氏に自分の家で休むよう勧めた。ためらう源氏に汚せんはなおも勧め、源氏は汚せんの家で床に入る。ところが、汚せんの旦那は、なんと自分を捕えた。 下屋のおかっぴき、梅三郎であった。梅三郎がこの機械を利用し罠にはめようと、格作していることに気づいた源氏は、密かに脱出を図るものの、間もなく梅三郎に捕らえられ、連行された番屋で柱に縛り付けられる。番屋の老人、右兵と身の上話などをしていた源氏だったが、源氏の人物を知った右兵は、縄を解いて外へ出るように告げる。源氏は辛くも、何を逃れたが、 空腹に耐えられず、とある家の裏木戸から台所へ侵入する。夢中になって、飯を救う源氏の傍らに、お蝶という名の若い娘が現れた。お蝶の一家は、仏壇の細工物を作る、飾り師の仕事をしており、源氏は、家の厄介になるま、彼女と親密になった。他方、夜中に、地下室から聞こえてくる不審な金槌の音が気にかかる。 一体この家の地下では何が行われているのか。そうこうするうち、源氏は家族からお蝶との関係を疑われ、一途な彼女と駆け落ち同然でまたも家を出ることになる。お蝶を連れた源氏は、右兵と再会する。しかし、追われる身のためうかつに外に出られない源氏を支えるべく、料理屋で働き始めたお蝶に、梅三郎の間の手が伸びてきた。源氏は、 絶対絶命の危機に陥るが、百本杭のあった、両国教習編小説後半の舞台となる、大先州編元次公衆出身の無宿者、軽度の罪で挙げられ、老屋敷に入牢中、梅三郎無事などのあだ名を取る下屋のおかっぴき、お米、梅三郎の囲っている目かけ、最初お染と名乗る、右平番小屋の老人、お長飾り師の娘、 母親を亡くし三人で暮らしている。伝兵お蝶の父。仏具などの細工を行う飾り師。伝助お蝶の兄。パ八源氏と同じ牢にいた無宿者。富田恵光院で女を襲っていた無宿者。新州出身。小秋湯島の料理屋の女中。石川門戸加賀藩の四人。加賀屋六重門浅草の仏壇問屋の主人。慈兵加賀屋の番頭。ネット系列の ナショナルゴールデン劇場を枠にて国九1966年6月2日から8月4日まで放送。全10回。キャストスタッフ NHK の金曜時代劇枠にて、2002年1月11日から2月8日まで放送された連続ドラマ。全6回。初回は1月11日20時 -2044 に放送。同日21時15分 -21。 59に第2回が放送された。最後まで江戸を中心に事件が展開するストーリーとなっており、原作と異なる結末を設定している。キャストスタッフサブタイトル、ありがとうございます。